泉、あるいは泉の傍らのラフは、フランスの画家ギュスターブ・クールベが描いた19世紀半ばの絵画。キャンバスに、油彩で描かれた本作は、岩に腰掛け、流れ落ちる水に手を伸ばすヌードの女性の姿を捉えている。本作は、オルセイ美術館の所蔵となっている。いち早く1862年に描かれた、同盟、同主題の前作と同様に、 泉は、ヌードの女性が、水の流れに、愛しげに触れている様子を捉えている。クールベは、これも、前作と同様に、ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングルの1856年の作品、泉とは対照的な観点から、女性の姿を描いた。当時のアカデミック美術にありがちだったアレゴリーの要素は排除されており、女性の体型からは、 彼女が普段コルセットをつけていることが察せられる。一部の文献は本作のモデルが前作の泉と同一人物であったと考えている。この中型で縦長の油彩画はクールベにとって本格的なヌード作品を制作した最後の時期の作品の一つであり、本作の頃まで10年以上にわたって取り組み続けたこのジャンルの締めくくりとなったが、 クールベのヌード作品は1853年の、浴女たち以来ずっとサロンでスキャンダルを呼び続けたので、あった。ただし、その後も1870年に、ミュンヘンの宿女が制作されている。もっともクールベは、1868年の時点では、人々の目にはすでに古典的な画家と映っており、それを象徴するように、批評家のテオフィル・ゴーティエは、写実主義の統領、 英雄は今では真似師であると述べた。この時点で真似とクールベは決立し、真似はすでにそれまで何年もクールベの女性像の丸みを帯びた形を批判していたが、それに応じてクールベは真似のオランピアのこわばった姿を批判したのであった。本作はパリのサロンには出品されず、クールベが1867年に、 アルマ広場に設けた施設の空間に展示された。背景には、彼の作品、夢に対する検閲との厄介な消耗戦の経験があった。ビーナストップ主刑は、当初は皇帝ナポレオン三世の関心を引いたが、カトリック的美徳との関係から圧力を受け、前言は撤回された。1868年には、クールベは、波の中の女も制作した。本作は、 クールベの娘、ジュリエット・クールベが、1882年6月28日より、後に、画家のアトリエが3回目の売り立てとなった際に買い戻し、その後は1915年に、彼女が死去するまで、その手元にあった。その後、1919年までは、メダムタステ、メダムラピエールの所有となった。1919年7月9日、ジョルジュ・ペティのギャラリーで、 番号19として売り出されて、国立博物館の所有となり、ルーブル美術館の所蔵となった。1986年、本作はオルセイ美術館へ所蔵替えとなった。アングル、翌女1808年。クールベ、泉1862年。本作が、もし不及の、また疎外的な女性と泉の組み合わせの原型を表現しているのだとすれば、 また古典的な原型を表現しているのだとすれば、1867年に死んだアングルの、特に1856年に描かれた泉に言及しないわけにはいかないが、より興味深いのは、1808年の浴場で、こちらのモデルの姿は、クールベ作品により似たものとなっている。クールベは、浴女の中心主題である女性のポーズを取り上げ、本作では、おそらく商業性も考慮して、 より愛らしく、ヌードに関する当時の趣向も踏まえながら、彼自身にとって重要であった、写実的具意画を追求したのである。クールベがこの古典的な主題で作品を制作したのは、これが初めてではない。泉では、後ろ姿を画面いっぱいに捉えた女性と、水のほとばしりが、はるかに顕著なアングル的な質感で描かれていた。ありがとうございます。